指導は最後には必ず私を選ぶ。だからあなたの言うようなことにはならない。それはあなたの身勝手な理想の押し付けでは？ある意味依存とも言える行為ではありませんの？そんなことはない。だといいのですけど。結局は指導さん次第ですわね、指導さん。わかった。少し待っていて。では私も。わかった。今日はこれで。時崎くるみ、決着はいずれつける。ですわね。その機会があればお相手いたしますわ。次回は必ず私が勝つ。覚悟しておいて。勝負に絶対はありえませんわ。折神さんも負ける覚悟をしては。必要ない。では指導、また後で。はい、指導さん、また後ほどよろしくお願いしますわね。吉野ちゃん、今日も可愛いですね。1週間でどの日が一番可愛いんですか？わかりません。ゆずるさん、こういう時はどう答えたら？シナン、マスター折り紙も言っていました。自分が可愛くない時などない。女はいつでも好きな人のために可愛くなると。おー、それは折り紙ちゃんかっこいいね。吉野もズバッと言い切っちゃおう。ズバッと。私どうしたら。ほう、これが今宵灼熱の豪華をもたらすという漆黒の大盾か。これでじわじわとニエを焼き尽くすわけだな。では試しにかぐやを鉄板にあげてみましょうか。折り紙、かぐやを縛ってください。任された。
っと待て、ミエが私なんて一言も言ってないし。それなら邪魔せずにあっちで他の人と戯れていてください。油を引けませんので。あ、わかった、我は今宵の晩餐を静かに待つとしよう。ではマリア、私はこれを縛って外に出してくる。ご自由にどうぞ。良いですわね、この人数ですし。あー、レイネ、折り紙が来るから今日は来ない方がいいだろうって言ってたよ。私？それじゃあみんな、私のために集まってくれてありがとう。今度は本当にお友達になりたいな。私の乗り越えるべき壁、簡単な理由で去ってもらっては困る。よろしくお願いします。私こそリンネさんにはお世話になってます。リンネちゃん、よろしく。よろしくお願いしますわね、リンネさん。リンネさんがいるとシドウさんの周りがいつもより面白くなるので興味深いですわ。我が獣木としての自覚が足らぬようだな。すでにお主は我から離れたくとも離れられない、そのような存在になっていることに気がつかんとは。確信、ゆずるもかぐやもリンネを大切な友人だと考えています。リンネさんとは目が合った瞬間からお友達ですよ。とっても可愛い女の子ですし。そうですね、リンネも私と気軽に話してくれると嬉しいです。
がとう。すごく嬉しい。焼いていてはダメですわよ。こういう時はバランスを良くしませんと。ヤトガミトオカは肉ばかり食べ過ぎている。そのままだと豚になることは間違いない。豚だと？そんなはずが。いや、ちょっと待つのだ飛び位置折り紙。これは牛肉、豚にはならないだろう。話にならない。あらあら、毒気を抜かれてしまいましたわね。ヨシノちゃん、小鳥ちゃん、これ焼いておきましたからね。わーい、お肉！ありがとうございます。これはなかなかの一品だな。まさに我にふさわしい一品と言えよ。指摘、それはギャグのつもりですか？ギャグ？あ、で、違うし、偶然だし、たまたまだし。失笑。かぐやのセンスに脱帽です。かっこ笑い。私はいいの、こうしてる方が好きだから。それよりみんなが楽しそうでよかった。もしかしたらみんな私に遠慮してくれてるのかも。トウカちゃんもトビイチさんもいつもなら真っ先に指導のところに来るでしょ。でも今日はそんな感じじゃないから。そうする。お願いしていい？指導任せてください。私も手伝います。ありがとう、二人とも。ちょっと行ってくるね。指導は優しいですね。でも女心は全然分かっていませんね。いいえ、何でもありません。それよりリンネの代わりをしっかり果たしましょう。ちゃんも料理上手くなりたいんだ。もちろんだ。そうすれば私もうまいものを作れるようになるし、指導に作ってやることもできるだろ。そうだね、トウカちゃんが本気なら私も協力するからね。その神輪廻、それなら私も一緒でも構わない。構わないけど、どうして？胃袋をつかむのは重要。それに八咫神十日に先を越されるのは正直不愉快。なんだと？貴様はいつも好き放題言いよって。これは個人的な感想。
あなたにあれこれ言われる言われはない。ちょっと、トウカちゃんもトビッチさんも落ち着いてってば。シド、嬉しそうですね。はい、女の子を見ながらニヤついているシドはとても幸せそうです。また辛気臭い顔しちゃって幸せが逃げちゃうわよ。何ほうけた顔してるわけ？私の顔忘れちゃった？
消えたはずの私は今ここに存在してる。それは間違いのない事実。あなたは残念よね。せっかく邪魔者を消す。あっ、ちょっと話してよ。私は君のそういうところが気に食わないの。ついじゃないわよ。さすがジゴロは違うわね。それで無自覚なんでしょ。いつか捕まるわよ。何よ、そんなに私に会いたかったの。なんかムカつく。私が声をかけるまで頭の中からすっ飛んでたくせに、そんな真面目な顔で調子いいこと言っちゃって。まあでも仕方ないかもね。あんな可愛い娘に会ったんだものね、パパ。そりゃね、全部見てたよ。それに私は君よりあの子のことを知ってる。さて、どうしてだろうね。そうだな。あの子はね、探し物をしてる。自分でも言ってたでしょ。でもそれ以上は私の口からは言えない。そうね、知ってる。少なくとも君よりは。まあもちろん惹かれたからって教えてあげるほど素直な女じゃないけどね。私？そうだね。私はあの子を手伝うことにした。そう、なんだか放っておけないのよ。妹の面倒を見てるような感じかな。素直ないい子よ。口うるさいマリアと違って。はあ、よかったって何の話よ。私は特に目的もないから暇つぶしに手伝ってあげるだけ。それじゃそろそろ行くわね。リオを待たせちゃってるだろうし、君も家に帰らないとダメでしょ。何よ、変な質問だったら許さないけど。本当に女の敵なの？ああ、なんだかどうでもよくなっちゃった。またね、いつか指導。シド、お帰りなさい。遅かったけど、結構遠くまで散歩してたの？
したの？もしかして何かあった？もしかしてこの世界の。そう？あんまり一人で考えすぎるとダメだよ。私でよかったらいつでも相談に乗るから。結構遅くまで話してたんだけど、ついさっきマンションに帰ったよ。小鳥ちゃんたちもお風呂入って寝ちゃった。ううん、お安いご用だよ。それじゃ私も帰るね。うん、おやすみシド。また明日ね。起きろシド、朝毛の時間だぞ。早くシドも降りてくるのだ。私はもう待ちきれなくなってきたぞ。ああ、シド、おはよう。見てみなさいよ、このありさま。ごめんね、シド。みんなのリクエストに応えてたらどんどん増えちゃって、昨日の食材の余りを使ったんだけど。私も手伝っていたのですが、作るのが楽しくなってしまって不注意でした。いいんだよ、マリアちゃんは謝らなくて。マリアちゃんは手伝ってくれただけで、私が悪いの。はい、今日から使う買い置き分がすでに冷蔵庫にあったので、捨てるのももったいないと。私も本当に驚いたぞ。朝からフルコースとは夢のようだ。大丈夫よ。こんなことになるんじゃないかと思って、すでに応援を呼んでるわ。もうじき来るんじゃないかしら。何よ、失礼ね。可愛い妹の顔を忘れたの？何かと思えばそういうこと。悪
かったわね、今日は口うるさい妹で。あなたはまたそうやって。ああ、来たみたいね。あの、シドウさん、お邪魔します。やっほー、シドウくん、手伝いに来たよ。商売に預かるぞ、シドウよ。さあ、この我の腹を満たす地層はいずこだ。来訪おはようございます、シドウ。お呼ばれされました。おはようございます。ダーリンが可愛い女の子たちと朝から一緒にご飯だなんて最高です。そうだね、みんなありがとう。本当に助かるよ。私も感謝します。味は保証しますので、好きなだけ食べてくださいね。うむ、いただきますなのだ。トウカちゃんは本当素早いよね。というのはいいな、おかわりがし放題だ。トウカ、皿が空になったのついさっきじゃなかった？もう少しちゃんと噛んで食べた方がいいんじゃない？ん？ちゃんと噛んでいるぞ。ああ、そう？それならいいんだけど。ご飯に中華風のおかゆ、主食だけでもいっぱいあって困っちゃうね。美味である。まさに我が晩餐にふさわしいと言えよう。指摘、晩餐はその言葉通り晩にする食事のことです。我は普通ではないのでな。時間などすでに超越しておるわ。なるほど、さすがかぐやさん。それならまだまだ食べられそうですね。なぜそのような話になるのだ、ミクよ。もちろんかぐやさんが言った通りですよ。だって時間を超越しているんですから、消化の時間とかも自在に決まってるじゃないですか。あ、いや、さすがに量には限度が。実証、幸運なことに料理はたくさんあります。ミク、一緒に試してみましょう。作ったやつだよね。シドウの味付けに似てるけど、なんだか優しい味、私は好きだな。ありがとうございます、リンネ。シドウの真似だけではなく、個性が出せるようになれればとこっそり練習を重ねています。マリアちゃんは頑張り屋さんなんだね。私はあんまり気にしたことないかな。みんなが美味しいって笑顔になってくれればそれだけでいいから。リンネはずるいですね。私がずるい？どうして？どうしてかは教えてあげません。リンネはもう少し自分のことを分析した方が良いのでは。わかった。シドウ、どうした？
別に残してもよかったんだよ。私もさすがに予想外だったかな。まあ、今朝はそんなことがあったんですの。私もぜひ参加したかったですわ。気が利かずにすみません。くるみと折り紙はすぐに呼び出すのは難しいかと。いえいえ、お気遣いなく。仕方のないことですわ。残念。私は呼ばれたらすぐに行く準備はできていた。今度は一報もらえたら嬉しい。はい、そうします。そういえば折り紙の連絡先は聞いていませんでしたね。後で教えてもらえますか。わかった。後で送っておく。え、送っておくって、飛び市さん、なんでマリアちゃんの連絡先を。企業秘密。そう、あまり気にしないようにしておくね。しかし本当にすごかった。リンネの料理もマリアの料理も絶品だった。私たちが失敗しちゃったのを助けてくれてありがとう。でも喜んでもらえてよかった。しかし八咫神十花はもう少し自重を覚えるべき。たくさん食べる女性が男性に好まれると勘違いしている。なんだと。トビーチ折り紙、シドウはそんなことは一言も言ってなかったぞ。そうだよトビーチさん、シドウは自分の作ったものを笑顔でたくさん食べてくれた方が嬉しいって思うから、私と同じでね。おお、そうか、そうだな。どうだ飛び市折り紙。